ト高頭向けの月曜講談会月の第3月曜日なのでこの時間は高頭向けの月曜講談会であります。 こうとむけいさんにお越しいただきました。こんばんは。こんばんは。今日のお題は何でしょうか?。はい、あの大鳥圭祐伝の最終話ということで、やらせていただきます。ね、はい。ではじっくりとお聞きください。今宵はお聞きいただきまして、ありがとう存じます。 またこのような機会をお与えくださいまして FM イルカの皆様方には厚く御礼を申し上げますしばらくの間でございますからどうぞお耳をお貸しくださいますよう伏してお願いを申し上げます大鳥圭介が榎本武明土方歳三らとともに江戸の地にやってまいりまして五稜郭に立てこもりました江戸共和国をを 宣言いたしましたけれども、その自立にあたりましては、どうせ国を作るんだったら、国際的に通用するような国づくりをしようと、江ノ本も、そして大鳥も強く思ったことでございます。そこでやりましたのが、例えば、捕虜の扱いを寛大にいたしましたり、また、戦の場にあっては、怪我をした者を、 敵も味方もなく面倒を見ることにしたり、西洋式の選挙によって人事を決めたりなどでございましたが、しかし戦の方は墓はばかしくはございませんで、翌年の明治二年の五月ともなりますともう五稜郭の周りは敵で囲まれてしまいました。官軍の黒田清隆から幸福勧告の使者が参りましたので、会議をいたしますその席上、 千代が台の陣屋の守備をしておりました中島三郎助が「もうこういう風になっては負けは確定している」「土方さんも死んだしこの上は榎本さん大鳥さんあたりが敵に首を差し出せば当たら前途優位な若者の命を取られることがないだろう」「降伏をしましょう」とこのように申しましたが。<laughs> 同じ千代ヶ代の陣屋の守備についておりました渋沢誠一郎という若き一人が何を申されるか臆病者めと強硬に交戦することを主張いたしますみんながそうだそうだとたきつけたもんですからこの時は徹底抗戦ということに決まったさて榎本武明は仕方がありませんから その旨、死者を立てて黒田清隆に知らせるとともに、その死者に一冊の本をつけた。これが万国戒立前書というものでございます。江本大鳥たちは、この本をもとにして、エ戸共和国のいろいろな経営をしていた、国際的に通用するようにしようと心がけていたわけでございます。この本は、 江本がかつてオランダに留学していた頃の法的な教科書でございまして、この法律が、まあ、適用されてということがいろいろあったわけでございますね。オランダ語で書かれている。黒田清高これを受け取って、ああ、なるほど。これから死ぬにあたって、この本を焼いてしまうのにはあまりに惜しい。これから新しい日本として、これを役立たせてくれ。というふうな願いであるなと思いましたから。 榎本大鳥らのその気持ちというものを熱く感じたことでございました。その二日後の5月16日朝またき、千代和大の陣屋が落ちまして、その戦にあって中島三郎助は壮絶な戦死を遂げましたが、この敗因というのが渋沢誠一郎が多くの仲間を連れて脱走してしまったことにあった。この報告を受けました五稜閣の兵たちは、 なんだいそりゃ。急に力が抜けたそうでしょう。それまで、あれだけ光線を言っていた人が、いざとなるとすぐ逃げちゃったってんですからね。まあ、あの、渋沢誠一郎というのは、渋沢栄一のいとこ。で、渋沢栄一って今度、一万円札になる人でございます。やはり一万円札というのは、逃げ足が早いのか。まあ、それはよくわかりませんけれども。こうなっては、もう、かつて、 中島三郎助が言った通り降伏するにしくはないということで榎本と大鳥は黒田清隆のもとに出頭をいたしまして自分たちの命と引き換えに他の者のを助けてくれと申し込んだんですが黒田があいやそれはちょっと待ってほしい条件をつけずに無条件降伏ということにしてほしいとこう申しました条件をつけてほしかったんだが相手がこう言うんだからしょうがない それで、二人は捕らえられて、東京の極にに繋がれます。はい、さて、黒田清隆は、頭を丸めて、その二人の除名単案に奔走をいたしました。つまり、黒田がなぜ無条件にしてほしいと言ったかというと、この、榎本と大鳥の命と引き換えに助けるということになれば、逆に言えば、榎本と大鳥の命は必ず取らなきゃいけなくなる。そうではなくて、 バンコク・カイ伝承をこちらに送ったほどの人物なんだから命を取らずに新政府で働いてほしいという思いがあったわけでございますところがこの除名嘆願がなかなか受け入れられないやはり最後まで逆らった大将でございますそれとまあ幹部でございますからね特にこの頑固だったのが木戸光員という長州罰の人でございました 彼らを生かしておいては後々のためにならない虎を竹林に放つようなものである。ガンとして効かない。と方にくれましたこの黒田清隆が最後に頼りにした人がいた。最後に頼りにしたのは西郷隆盛。失礼いたしました。で西郷が黒田の話を聞いてなるほど。 国際的な感覚を知るにはこの万国戒律前書というのが必要であるということかと大いにうなずいた実はこの西郷隆盛にはちょっと苦い経験がありまして前回も申し上げたんですが江戸城を攻める時にこの前日になるまで外国のことを考えなかったんですねそれで、えー、イギリスの講師パークスから江戸にいる外国人の命が保証できるのかってことを言われました それともう一つ、相手が降伏しているところを責めるというのは国際法に戻るということも言われた。全然気がつかなかった。そんなことがいっぱいあるんだったら、この命を助ける、助けないは別にして、この万国戒立前書はぜひ翻訳しなければならないと、あの福沢諭吉、慶法を作った福沢諭吉に依頼したんでございます。ところが、この福沢が。 序文を訳したところで投げ出したこれは専門書であるから専門用語が多くてとても手に負えない。これを翻訳できるのはこの授業を受けた教科書を使った榎本本人かそうでなければ外国に最も堪能な大鳥慶介以外いないとこういうことになりましたんでそれでは仕方がない。コロナの言ううり命を助けよう こうして明治5年に2人は釈放をされましたその後榎本も大鳥も明治政府に仕えましたが大鳥圭介はと申しますと明治政府から最初にやれと言われたのがアメリカに行って交際を募集することでございましたまあ交際、えー、国の信用でもってお金を得るわけでございますでそのお金どうするかって聞かれましてね で、この大鳥圭介は工業を発展させて日本の国を安定させるとこう申します。まあ、アメリカの方としてもお金出してもそれ回収できないぐらいに日本がポシャッチャもしょうがないわけでございますから、これをどうするかと議論をしたときに、実はこれが、もうその時にはいなかったんですけどね、マシューペリーがアメリカに帰って友人に行っていたことが結構影響したみたいで、 どんなことを言ってたかと申しますと日本人というのはこの大砲で落としても確かに驚くには驚くけれどもただ驚くだけではないその大砲の仕組みを知ろうとして軍艦の中に帰ってきてこの大砲の絵を描いたりいろんなことを聞いたりしてきた、うん、さらにこの漆器などを見てみると手先もかなり器用だし。 真似をする能力というのがたけているから、工業というのを一び覚えれば、近代工業は日本に根付くだろう。かなりいい線行くんじゃないかという高い評価を下していた。それを周りに言っていたものですから、なんとなくアメリカでも、これはうまくいくんじゃないかという気持ちになっていたようでございます。こうして大鳥圭介の この願いによりまして交際がもたらされた。そのお金を利用いたしまして、まず管理室の工場をたくさん建てます。繊維工場、造船工場、ガラス工場、セメント工場など。のそして、軌道に乗りますと、これを民間に払い下げて、民間活力によって大きく発展をさせた。その一つがセメント工場。これが深川に立ったのを、 下げ渡されたのが浅野総一郎という人でこの人がやがて浅野セメントを作り現在の太平洋セメントとなってあの北斗市の工場につながっているというわけでございます。大鳥圭介この人は明治44年78歳をいちごにしてこの世を去りますけれども兵庫県の上郡町というこれは。 生まれ故郷でございます。その役場に銅像が立っておりまして、そこに碑文がございます。それにはこう記されている。他が正か、他が邪か、あえて弁絶。他が正か、他が邪か、あえて弁絶。誰が正しくて、誰が間違っているか、あえて言おうとは思わないという。まあ、大鳥圭介という人は、江戸幕府に仕えて、 エゾ共和国の幹部となって、明治政府に蔵替えした人ですから、蔵替えした人がその後のことを正当化するために、前のエゾ共和国のことなんかを、あれは間違いあったとい言えば楽なんですけれどもね、そうはしなかった。なぜか、工業を通じて、 日本を国際的に近代化させえそして、えー、世,界世界に通用するような国家にしたいと思っていたからでございます。その国際的に通用するような国を作りたいという思いは江戸共和国の時にも明治政府の時にも変わらなかったというわけでございます。一貫した思想を貫いた大鳥圭介大鳥圭介殿の一石はこれをもって読み終わりといたします。 また勉強になりましたありがとうございました、ね、戒律全書っていうね法律なんですよねあ、はいえー、まあ、そういうことがあってからまたは、えー、また発展もできたと、えー、そうですねなるほど大鳥ねええ,えではないんですね <laughs> そっちの方ではなくてえ <laughs>、ね、毎回言ってますねそっちの方じゃないんですねということでこの時間は高等無形の 月曜講談会函館の講談師講釈師は高東無計さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました次のエピソード